沢木と申します、レイジーを演じるにあたって石井監督と映画の撮影が入る前からいろいろと話していて、こう明確にレジーという人間はこういう人間だ、例えば明るいだとか、何か背負ってる人間だとか、こう明確に何かを持ってるっていうことじゃないんだろうねっていうのをすごく話しながら撮影にインしてたのをよく覚えてます。だからレジーはこういう人間だっていうふうに自分でレジーを捉えながらあまり演じてた記憶はないですね。本当に現場で監督と自分と、そしてまあ隣にいる亀梨君や他のキャストの人たちとみんなでこうレジーを作り上げていってもらったっていうイメージの方が僕の中では近いです。ただその時代に生きた朝日の都市の誇りっていうものを胸に、もう僕たちが作り上げるバンクーバーの朝日の舞台で這いつくばってでも生きていこうって、そういう思いでただ一日一日を一生懸命演じていました。ルイ役を演じさせていただきました亀梨です。そうですね、朝日の中でもちょっと影のあるキャラクター、なかなかこう心を開けずに、だけど一緒にその野球というスポーツを通じて徐々に仲間になっていく、仲間として認めてもらいつつ自分もさまざまなことを受け入れるというキャラクターでした。本当に僕自身もの監督とたくさん撮影中にコミュニケーションを取らせてもらって、キャラクターというものを作り上げていったという印象がありますので、はい、石井さんに、はい、感謝です。まず、第一にその分からないからこそ面白いっていうのはありますね。で次に、現代にの観客にとっても何かこうメッセージを残せるような、企画というかテーマというかストーリーだと思っているからこそ作っているところがあるので僕が知らない世界、またはその過去の話っていうことに関しては、何ら問題はなかったというか、問題はありませんでしたね、はい。僕は一番初めにこの物語といいますか、朝日のことを知った時にすごく大変な時代、非常に押し込められているというか閉塞感がある世界だったんじゃないかと思いました。でそれは実は今も時代は変われどすごく生きづらいと言われたり、閉塞感がある世の中だと思っていて、そこはすごく80年前だけども今と通じているところがテーマとしてあるなと思いました。その中でどうやって生きていくのか、そういう状況を打破していくのかっていう根源的なものが今の時代とつながっているのかなと思いました。あと、初めにこの、お話をした時にはやっぱりその民族間の架け橋となったのが政治家や権力者じゃなくて一つの小さな野球チーム、アマチュアの野球チームだったということが強く聞かれたんですけども、だんだんそのリサーチを進めていく中でナショナリズムといいますか、その民族間、国と国との問題、とかいうものは当時から今に至るまで、全く変わることなく、あり続けているなと思いました。当然違いはありますね。さっきもおっしゃってた通り僕らは生きてないわけだし、その時代を実際見たこともないわけだし、バンクーバーという土地も今日初めてこうやって来て触れさせてもらってるんですけど、そうですね、やっぱり僕らがこの今生まれた時代って本当にすごく日本という国は平和で、何をするにも、
いっぱいいろんな娯楽っていう選択肢があると思うんですよね。その職業についてもそうだし、遊ぶことについてもそうだし、いろんな選択肢があるっていう、自分は選べるっていう立場にあると思うんですけど、その時代っていうのは本当に生きるのに必死だったんだろうなって、仕事をするのにでも選べるっていうほど仕事があるわけではないし、その中でやっぱり希望だったのが朝日っていうそのチームで、野球でそういう存在っていうものをこう大事に一日一日を本当に生きてたっていう感じですかね、演じてたっていうよりも。はいはい、そうですね、やはりその日系の方たちの感覚、文化っていうことについてしっかりこう勉強させてもらって触れさせていただく機会っていうのも今回が初めてだったので、そういった意味でやはりその違った文化の中で同じ日本人なんですが生きていく、生きていた、そういうことをこのキャラクターを通しながら、撮影を通しながらすごく僕自身も学ばさせていただいたんですが、とにかく本当にその日本人の根本にあるその強さといいますか、そういうところを非常に意識しながら演じさせていただきました。はい、で、良かったところから、良かった音はちょっと軽音に聞こえてしまうかもしれないんですけど、いろんな出会いがあることですね。僕自身がこう違う人物になりきるっていうことで、いろんな人物の人生をこう歩めるのがすごく楽しいことではあるんですけど、その中でもこういう監督だったりキャストだったりスタッフだったり作品だったり、本当にその一つ一つの出会いが僕にとっては一期一会なんですよね。それが本当に幸せなことだなと思います。悪かったことは、悪かったのかどうかわかんないんですけど、若い時っていろんなことがとても新鮮で刺激的で、楽しいっていうだけでこういろんなお芝居ができたり、いろんな時間を過ごせたりするんですけど、一度経験してしまったことをやっぱりまた改めて新鮮に思うという気持ちがどんどん失われていくというのが年を取るとすごく思ったことで、だからって芝居がつまらないわけじゃないんですけど、その分楽しい楽しいで芝居してたことがどんどん苦しみに変わっていっている自分というのとの戦いが今すごく逆に心地よく感じてはいるんですけど、そういうなんか自分自身との戦いということが僕自身を追い込んでいくっていうことなのか、それが悪かったことなのかどうなのかわかんないんですけど、そういう、自分自身がどういうふうな考えを持っていたのかっていうのがよくわからなくなってしまう時があったりするので、それが悪かったことなんですかね。はい、よかったこと、そして僕もやっぱり自分じゃない、たくさんの人格キャラクターを演じさせていただけること、それによって本当にたくさん勉強もさせていただけますし、本当にたくさんの出会いもありますし、またこういうふうに大きいスクリーンの中に存在できることや、またこうして今回こうバンクーバーに来れたりとか、この一つのキャラクター作品を通して本当にさまざまな可能性も見させて、いただけることですかね。はい、悪かったことは、そうですね、とあるキャラクターを演じたときに体の毛を全部剃るという。で、剃るまではまだ良かったんですけど、撮影が終わった後に生えてくる段階ですごくチクチク痛かったので嫌なことです。はい、体の毛を妖怪人間、妖怪人間です。さっきの質問にも関連するんですけど、当時の人たちが何を考えてどう行動してたかっていうことは、僕らもちろんリアルタイムで見てないからわからないっていう状況がある中で、たくさんのその可能な限りの調査をして、
朝日の選手たちは実はこうだったんじゃないかっていう確信に触れようとしたというか、確信をつこうとした僕らの想像、もちろんそれが要するに映画を作るということだと思うんですけど、想像力を働かせて、それで最も確信をつけたセリフの一つじゃないかなと思います。素敵なセリフでした。キャストの2人をお伺いしたいんですけれども、日本にいるとなかなかその日本人のアイデンティティとか人種について考える機会は少ないと思うんですけど、今回の映画を通して何かこうご自身の日本人らしさみたいな、あの日本人らしいなと思った点とか、あとそういったところがあれば教えてください。はい、僕自身が撮影中に日本人らしいなと感じたと思います。自分自身で日本人らしいなとご自身で思った点とかあれば。そうですね、撮影中非常に寒い時期だったんですね、まだ。でみんなで休憩中にお味噌汁を飲んだりおにぎりを一緒に食べたりでもそれはすごくあのパウエル街にいながらすごく不思議な感覚ではありましたけれど、日本人だなってやっぱお味噌汁も感じました。はい、役を演じるにあたりいろいろな案件を調べたりしたんですけど、やっぱり当時の日本人はやはりすごく勤勉さが今と、まあというか日本人って言ったらすごく働くイメージがあると思うんですけど、世界的にも当時の日本人もすごく働いていたなっていうのがすごくイメージが高いですね。あと何に関してもとても我慢強かったっていうイメージをとても持ちました。一つの僕らにとっては、さっきも言いましたけど、野球科学が朝日軍っていうものが希望であり、それだけのために生きていると言っても過言ではないぐらい、多分他のことが何かなくてもそれだけで生きれる我慢強さっていう、忍耐強さっていうものを持ってたんじゃないかなっていうのをやっていてすごく感じました。当初できればカナダの方で撮影できたらいいねっていう 話はあったんですけども、まあ、いろいろあの実際にこっちで撮ることがあの、まあ、当時の街並みに似たものもなく難しいっていうので、まあ、ゼロから日本でセットを作ろうという判断になったんですけど、まあ、その、まあ、監督はじめその美術スタッフとか特に苦労したと思うんですけども、その美術で美術含むその映像の世界観をどれだけ、作り込めるかっていうことが、その日本の役者が、日系人として浮かび上がってくる感じになる、のかなと思って、そこは、一番作品全体として心がけたところの一つだと思います。実際に朝日の選手だったケイカミニシさん、はじめ、以前その日系博物館の方で館長されていたグレースさんとか、当時のパウエル街に住んでいた方々、どれくらいですか、7人、8人、9人ぐらい、お話をさせていただいて、リサーチはしました。まあ、ただその時本当に当時の時代の捉え方、は人によって様々で、どうそれを一つの映画として消化していくのかっていうのは、結構監督、脚本家はじめいろいろ話し合って、作り上げていったという覚えがあります。はい、僕自身はあの小学校1年生から中学の1年生まで約7年間、野球をやらさせていただいてました。ですけど今回このキャラクターをやる演じさせていただくにあたって、やはりその当時の方たち、その時代の方たちの、野球スタイルであったり、まあ、そういう映像というものを参考に、またちょっと自分とは違った、形を、意識しながら、やらさせていただきました。あの撮影前にもあの朝日のメンバーで練習させていただいたりとか、まあ、撮影中もみんなで朝撮影前にランニング、キャッチボール、なんか本当にチームとして、あの撮影期間中、
本当に野球チームとして存在させてもらえてたなっていう印象があります、はい。朝日部の中で僕だけ野球経験があまりなくて、小学校の時に1年間ぐらい、1年もやってないかな、まあ、1年間ぐらい野球やってたぐらいで、今回は ほとんど初めての挑戦だったんですけど、初めての挑戦の上にショートというすごく難しい役だったんですけど、とにかく最初はがむしゃらに上手くなんなきゃっていう風に練習していたのを覚えています。でもなんか撮影が始まる前にみんなで集まって練習するようになってきてからは、自然と一回ちょっと怪我をしてしまってなかなか練習ができない時があったんですけど、その時に早く上手くならなきゃっていう焦りよりも、俺は野球がしたいっていうその思いの方が強くて、その時に初めてその僕自身が野球と共にもう生きてるんだなって、すごく感じた、すごく素敵な瞬間でしたね。あの時から本当にこの撮影が終わる時までずっと野球と共に過ごしてた日々でした。まあ、じゃあ代表して答えると、ここにいる誰もがおそらく知らなかったと思います。それで、というぐらいですか、日本にいるほとんどの人は知らないと思います。それで、じゃあそれを知った時にどう感じたかっていうのは人それぞれだともちろん思うんですけど、まあ、僕は、なんていうんですかね、被害者面、まあ映画を作るとも決まってたので、被害者面だけはしたくないというか、ただかわいそうだったとか、辛かったんだっていうところに終始するような映画を作るのはやめようと思いましたね。そのむしろ逆というか、どれだけ頑張ったかというか、どれだけ強い思いを持ってたのかっていうことを映画にしようと僕は思いました。 Thank you very much, ladies and gentlemen. Of course, a big thank you to our four guests, all of whom will be back in an hour or so after they've done various photo opportunities and things outside to introduce the actual screening of the film on this same screen.Thank you very much for being here. Thank you to all our guests for their patience. Thank you.